上杉春宏は、江戸時代中期から後期にかけての大名。では国米沢藩十代藩主。明和元年7月11日、米沢藩を八代藩主、上杉重貞の次男として、米沢で誕生。幼少期は九代藩主、上杉春則の側近の一人、木村城八高弘が、教育係をした。天命二年に、同母兄、勝博士を差し置いて、 春典の養子師となる。天明五年、養父の隠居により、家督を継いだ。この時、春典が、若年の春広に家督を譲ったのは、改革の抵抗勢力による反発や疲労、幕府武神の回避、徳川光国があり、より茂の子である綱枝を後継にした例に習って、仙台茂貞存命中の仙台実施への継承希望などがあったものと言われている。 家督相続の際、春典は春広に対して次のような訓戒を送っている。家督を継いだ春広は、ジップ、茂貞だと共に隠居した春典に自身の反省後継を要望した。このため政務については春広を前面に立てたとはいえ、実質的には春広の知識は春典の後献によるところが大きく、春広が独自の政策を口出す機会はなかったと言われている。 天明年間は、四月ケチカが財政再建を主導するも失敗し、完成以降は、野崎義政、生意親子が中心となって、財政再建及び改革が進行し、洋父の改革は春広治政中にその成果が現れ、完成3年に、領内の人口が9万9119人だったのが、完成10年には10七3721人となる。 今日は元年に町ありに五十組合を組織させ、相互扶助の体制を整えた。また、治政中に、半事業としては、初めての用水路工事である、北条号新石工事が、黒井正しよりより行われ、黒井の発案した、飯出山、穴関工事も着手された。春のりの養子となった年にその長男、 秋高を生死としたが、秋高が創生したため、老いの成里を生死とし、春のが養育、訓闘した成里の成長を待って、文化9年9月7日に隠居した。文政2年には、地病の中部症が再発したため、春のと共に赤湯温泉に当時に行った記録がある。文政5年3月11日に、養山が死去すると、 半年後の9月11日にその後を追うように死去した。去年59。文化3年刊行された江戸武漢に見られる春広地政家の主要家臣は以下の通り。なお、括弧内の役職は上杉鷹山で補足した米沢藩内での役職名。なお、刊行の都合により内容は文化3年以前の可能性が高い。家老、武行、侍頭。 中老、養人、五条氏、春のりと比較されることを嫌ってか、教育係の木村隆弘を遠ざける傾向があり、責任を感じた隆弘が切腹する事態になっている。隠居した理由は、中部症になったことが理由であった。また、文政2年に中部症を再発した際は養山が付き添いで、赤湯温泉に湯治に行っているなど、体は創建ではなかったようである。ありがとうございます。